グローホームはイギリス海軍がかつて所有していた G 級駆逐艦。スペイン内戦勃発中の1936年から1937年までグローホームはスペインに派遣されイギリスとフランスによる封鎖作戦に参加した。第二次世界大戦が勃発すると輸送船護衛のために地中海艦隊から イギリス本国へ移動。1940年3月には本国艦隊へ組み込まれ、直後ノルウェイの戦いに参戦した。1940年4月8日、ベーザー演習作戦において、ノルウェーを侵攻するための軍隊を輸送していたドイツ艦隊の駆逐艦に遭遇した。ドイツ駆逐艦の要請により、従順洋艦アドミラルヒッパーが応援に駆けつけ、グローウ,ウォームは激しく攻撃を受けた。 グローホームは、魚雷攻撃を行うがすべて外れたため、体当たり攻撃を行い、最終的に2隻は衝突。グローホームは沈没した。グローホームは、基準排水量1 3 5 0ートン、満載排水量は1 8 8 3ートンを、誇った。全長98.5メートル、全幅10.1メートル、喫水は3.8メートル。蒸気タービンである、パーソンズ式。 ギアードタービンを使用しており、34000馬力、速力36ノットを出した。蒸気は3機のアドミラリティ式三動型水管管で供給された。平時137人の将兵のもと、燃料油480トンで5530回りを走行した。QF マーク945径四4.7インチ砲が4機備え付けられており、 対空防御のためには、マーク30.5インチビッカース4連装機関銃が2機備え付けられていた。また、グローウ,ウォームには21インチ魚雷用の新しい5連装魚雷発射管がテストとして装備されていた。当初爆雷は20個積まれていたが、第二次世界大戦勃発により35個まで増やされた。 クローウォームは1933年に作成された建造プログラムのもと、1934年3月5日に、イギリスハンプシャーのウールストンにあった造船会社、ソーニクロフトに発注し、同年8月15日に寄港され、翌1935年7月22日に浸水した。建造にかかった費用は、総額24万8785ポンドにも上った。 1936年1月22日に収益し、試験運用として、地中海艦隊の第一駆逐隊に割り当てられた。スペイン内戦が勃発すると、クローウォームは、イギリス武漢省委員会の管轄の元スペイン近海のパトロール任務に就くが、1937年5月27日から6月8日まで、ポーツマスで修理があったため任務から外れる。修理の後、 再び地中海艦隊の第一駆逐隊に戻るが、1938年6月7日から7月25日まで、今度はオーバーホールのためポーツマスへ行った。オーバーホール後の1938年9月、ミュンヘン会談が開催される。その時に、マルタ・アレキサンドリア艦を運航していた、M 洋定期船、SS ストラスネイバーの護衛任務に当たった。数ヶ月後、 k 状に洋艦アリシューザのアデンへの航海の護衛にも、ついた。1939年5月16日の夜間、姉妹艦である G 級駆逐艦グレネードと衝突、応急修理のためアレクサンドリア港に停泊した。その後、マルタへ送られ、5月23日から6月24日まで、1ヶ月かけて修理された。第二次世界大戦が勃発した百三十九年九月、 グローウォームはアレクサンドリアに停泊していた。10月、対戦勃発を受け、グローウォームが所属している艦隊は、ウェスタンアプローチ艦区の管轄となった。10月19日、姉妹艦である G 級駆逐艦、ギャラント、クラフトン、グレーハウンドと共にイギリスを出発した。艦隊は10月22日にプリマスに到着し、ウェスタンアプローチ南部で軍事展開した。 その後、ハリッジに基地を置く第22区地区隊へ北海のパトロール及び護衛任務のため転属し、11月22日まで輸送船の護衛や対戦紹介などを行った。1940年2月22日、グローウォームは停泊中にノームにより視界不良だったスウェーデン国籍の船レックスに衝突された。この衝突で重い損傷を負ったグローウォームは、 3月下旬まで、キングストンアポンハルの民間造船所で修理を受けた。修復後、本国艦隊の第一駆逐隊へ移動し、3月20日に本国艦隊の白地であるスカパフローで小艦隊を再編した。クローウォーム艦長、ジェラード・ブロードミード・ループ海軍少佐4月5日、姉妹艦のグレーハウンドや h q 駆逐艦ヒーロー、ハイペリオンなどと共に、巡洋船艦レナウンの護衛に参加。 艦隊は、ウィリフレット作戦の嫌い布説作戦を支援していた。4月7日、グローウォームは船外に投げ出された乗組員男性を捜索するため、艦隊から離脱した。4月8日、早朝、グローウォームは、レナウンの艦隊へ戻ろうとしていたが、午前8時頃、ノームの中で、ベーザー演習作戦に参加していた、ドイツ海軍所属の駆逐艦。 ベルント・フォン・アルニムとハンス・リューデマンに遭遇した。グロー・ウォームが砲撃を開始したため、ドイツの駆逐艦は回避を図り、ドイツ海軍所属の重巡洋艦アドミラルヒッパーに応援を要請している。9時50分頃、グロー・ウォームを捕捉したヒッパーは要請を受理し駆けつけたが、最初はグロー・ウォームとベルント・フォン・アルニムの区別がつけられなかった。しかしその8分後、 ヒッパーは手法である20.3センチ砲で砲撃を開始した。グローウォームはヒッパーの砲撃を受け縁幕を張り、自身を煙でくらまそうとしたが、ヒッパーのレーダー制御された砲は影響を受けなかった。グローウォームの無線室や環境、前方の QF マーク内に45合計4.7インチ砲はすべて損傷し、さらにエンジン室や船長室、マストにまで被弾。 これが崩落したため、配線回路が断絶し、船の警報機が鳴り出した。10時10分、ジェラード・ブロードミード・ループ海軍少佐は魚雷を5本撃ったが、ヒッパーの艦長、ヘルムート・ハイエは、魚雷攻撃による被害を最小にするため、艦首をグローウ,ウォームに向けていたので、5本すべて外れた。クローウ,ウームは2回目の魚雷攻撃までの時間稼ぎのため、煙幕の中を交代し、 ヒッパーは次の魚雷を撃たれる前に撃沈しようと円膜の中を追跡した。ヒッパーが円膜を抜けた時に二隻は非常に接近していたため、グローホームは監視をヒッパーに向け体当たり攻撃を試みた。ハイエはヒッパーの舵を切り、グローホームを回避するよう命じた。ヒッパーはゆっくりと舵を切ったが、グローホームは怒りのほぼ後ろにぶつかった。衝突により、 グローウ,ウォームの艦首は破損し、ヒッパーは船体に亀裂が生じた。この衝撃で一人のドイツ人水兵が船外に投げ出されている。ヒッパーには500トン以上の浸水があったものの、それが致命傷にはならなかった。一方、グローウ,ウォームは炎上し、10時24分、ボイラーが爆発、109名の乗組員と共に沈んでいった。この一連の海戦は、 トロンヘーム沖海戦と呼ばれることとなる。ヒッパーは投げ出された水兵とグローウォームの乗組員を救助するべく停泊した。ドイツ人水兵は発見されなかったが、40人のイギリス人水兵は救助されている。グローウォームのループ艦長は救助されるまでに力尽き、溺死している。彼には死後ビクトリア十字章が贈られた。 第二次世界大戦中初のビクトリア十字章贈呈には、ハイエによる推薦が影響していた。ハイエは、赤十字を通じて、イギリス宛てに、彼の勇気を称賛する内容の手紙をしたため,たため、受賞に至ったとされている。A.B. ホイットリー、ピアニッシモ、1708イングリッシュ、P141 ハットイングリッシュ、ピアニッシモ89、8990イングリッシュ、P95 ハットイングリッシュ、 P96、イングリッシュ、ピアニッシモ、9697ハット、ハー、ピアニッシモ、6566、ハール、ピアニッシモ、9195ハット、AB ハー、P96、ありがとうございます。